皆さん、こんにちは。サッカー元日本代表の本田圭佑選手。2022年1月にスージュガを退団してからは無所属が続く中、現在はカンボジア代表の監督などを務めています。本田圭佑選手はカタールワールドカップの初戦を迎える。日本代表についてアベマ TV や SNS にて言及されています。それに対し海外から様々な反応がありました。今回はそんな本田圭佑選手のアベマ TV や SNS での発言、それに対する海外の反応について調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介していきます。名前、本田圭佑。生年月日、1986年6月13日、36歳。出身地、大阪府摂津市。身長、体重、182cm、74kg。 現在36歳の本田圭佑選手は名古屋グランパス、フェイフェイフェイフェンド、オランダ、シースカモスクワ、ロシア、AC ミラン、イタリア、パチューカ、メキシコ、メルボルンビクトリー、オーストラリア、フィテッセ、オランダ、ボタフォゴ、ブラジル、ネフチバク、アゼルバイジャン、スージュガ、リトアニアと、これまで世界5大陸の9カ国10クラブを渡り歩き、新たな戦いに挑戦し続けるキャリアを歩んできた本田圭佑選手。日本代表時代には日本人初となるワールドカップ3大会連続ゴールを決め、アジア人のワールドカップ最多得点者となり、アジア人初となるワールドカップ3大会連続アシストも達成されました。ルディ・フェラーさん、デイビッド・ベッカムさんらに続くワールドカップ3大会連続となる得点とアシストの両方を記録した史上6人目の選手となりました。 FIFA 選出のワールドカップのマン・オブ・ザ・マッチ2において日本人最多の4回受賞されています。2020年にイギリスメディア90ミニッツ選定の21世紀の日本代表ベストイレブンに選出され、ドイツメディアスポックス選定のアジア歴代ベストイレブンにも選出、アジアサッカー連盟AFC オクタ選定のワールドカップアジアベストイレブンに選出されました。昨年はアゼルバイジャンのネフチバクーとリトアニアのスージュガでプレーしましたが、11月にシーズンが終了した。スージュガを退団して以来、新たに所属するクラブは決まっていないそうです。現役選手ながら選手以外の活動も精力的に行い、2012年から自身がプロデュースするサッカースクールソルティーロファミリアを日本全国で開校し、2015年からは複数のプロサッカークラブの実質的なオーナーを務められています。またカンボジア代表の実質的監督として指揮を取り続けているのに加えて、サッカー以外の事業でも意欲的な活動を見せています。ですが選手としてのプレー続行にこだわる姿勢もまだ捨てるつもりはないようです。なぜサッカーキャリアを終わりにしないかって、人生の中で他の状況では決して得られない特別な報酬だからだと、本田圭佑選手は4月9日に英語でメッセージを投稿しました。リトアニアで最後に出場した試合からは5ヶ月以上が経過しており、6月には36歳の誕生日を迎えられます。同様の状況であれば引退を決断する選手も少なくはないかもしれないですが、選手としての本田圭佑選手は次にどのような挑戦を見つけるのでしょうか。2022年1月にスージュガを退団してからは無所属が続き、現在はカンボジア代表の監督などを務めている本田圭佑選手。アベマ FIFA ワールドカップ2022プロジェクトのゼネラルマネージャーに就任した本田圭佑選手は、5月28日に放送された FIFA ワールドカップ64サッカー日本代表大集合スペシャルで、日本代表も参戦する死の組と呼ばれるグループ E についてコメントされていました。初戦のドイツ戦については、うわめっちゃきついっすねと本音が漏れていました。いい試合ができそうですが、彼らは抜け目ない。日本のカウンターがどこまで効くのか、一番嫌な相手と不安な様子を見せる一方で、初戦に対する感情は湧き上がる。
楽しみとも発言されています。ワールドカップという大舞台で本気のドイツとの戦いを楽しみにしているようです。本田圭佑選手の発言を受けて、ドイツブンデスリーガのデュッセルドルフで活躍する日本代表の田中碧選手が、初戦のドイツ戦が全て、それは五輪でも経験しました、ドイツに勝ったら勢いに乗れると初戦の重要性を口にすると、ドイツの2部シャルケでプレーする日本代表の板倉滉選手は、組み合わせが決まった際の秘話を明かしました。日本がドイツやスペインと同じグループに入ったことを受けて、チームメイトに、こうノーチャンスと言われましたが、日本もやるぞと言ってやりましたと応戦したそうです。さらにお笑いコンビイグジットのりんたろうさんに、ノーチャンスと言ったチームメイトをあっと驚かせたいですねと振られると、もうやるしかないと、すでに初戦のドイツ戦に向けて気持ちを高めていました。さらに本田圭佑選手は11月14日ツイッターを更新し、同月23日にカタールワールドカップの初戦を迎える日本代表について、ドイツに負けても大丈夫、勝ちたいけど、コスタリカも強いけど勝てる、スペイン戦が勝負と綴りました。この本田圭佑選手の発言にファンが次々と反応しています。僕もそう思います。言うてることはわかる、ドイツは攻守ともに日本が苦手とする選手が多い、スペイン今なら勝負できるなど同調する声が上がる一方で、圭佑本田ならどんな相手でも勝ちに行くでしょう、ドイツは引き分けよ、初戦負けたらきついよね、圭佑本田が見たら怒るらしくない、全部勝ちましょうなど反論の声の方が多く寄せられました。このツイートは中国でも複数のスポーツメディアが報じるなど注目を集めています。中国のネットユーザーからは、日本はドイツに惜敗、コスタリカに大勝、スペインと引き分けが狙い目だろう、日本がグループリーグを突破するにはドイツとスペイン相手に勝つか引き分けないといけない、本田としてはスペインの方がドイツよりも可能性があるということか、日本ならスペインよりもドイツの方が勝ち点を奪える可能性があると思うけどね、彼の発言はいい線だと思う、今のスペインなら日本はいい勝負ができるんじゃないか、ドイツとは引き分けに持ち込めると思うといった声が上がりました。一方で笑える、スペインも同じことを思ってるよ、スペインを甘く見すぎじゃないか、まさに死の組、コスタリカも侮れない、スペイン、ドイツは世界トップクラス、コスタリカも弱くない、2大会前のブラジルワールドカップではベスト8入りしている、それにスペインのポゼッションサッカーは日本のお手本みたいなものだろうなど、スペインとコスタリカとの試合も厳しいものになるとの意見もありました。本田圭佑選手のツイートには賛否両論あるみたいですが、日本代表はどのような戦いを見せるのでしょうか。日本代表史上初のベスト8を目標とする森保ジャパンのワールドカップでの戦いに注目ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。